どうも、山猫です。本日もフォールガイズやっていこうと思います。ということで、なんと、あと1個でね、金の尻尾が手に入るんですよ。ということで、今日はね、こちらを取っていきたいと思うので、頑張っていきましょう。さあ、1回戦はぐるぐるファイトということでね、このマッチで、綺麗に1回で金尻尾取っていきたいんですが、史上最弱の金尻尾が誕生いたしますよ。本日10月21日史上最弱の金尻尾が誕生いたしますということで、21じゃなくて20だわまだって感じでやって、待って転ぶな、頑張れ頑張れ、お前は今から金尻尾になるんだぞ。金尻尾がその丸を帯びたお尻に生えてくるんだぞ、お前その覚悟があるのか。ということで頑張っていくんですけど、いやーね、なんだかんだ言って1ヶ月ぐらい同じクラウンランクなんですよね、僕。多分配信のアーカイブとか見たら多分そんぐらい同じだろうな。全然ね、配信以外でクラウンってか普通にフォールガイズできなかったし、配信したとしてもまあなんかディオとかばっかだったから全然クラウンが増えなくてね。さあ、いや、いけない、これがいけないのが金尻尾です。さあ、まあでもこれ左からいけるんでね。ちょ、邪魔、ちょ、邪魔、待って、いや、ミスった、待って、最悪。まあ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 、いいわ、もういいわ、どうでも。ということで、まあ次行けでしょ。 OKOKOK。 さあ、で、そうなんで、とりあえずね、一発で優勝してね、綺麗に勝って動画を終わらせられるように頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いしますということで、さあクリアできるかな。お前なんだ、お前なんだ、やめろ。さあ、よいしょ。さあ、2回戦はツンドラダッシュですね。寒いわ。最近寒いわ、マジで。ここまでではないけどね、さすがに。この世界何度なんだろう。雪降ってるからだって、氷点下でしょ？かわいそうだよね。氷点下にこんなさ、真っ裸でさ、マジで風邪ひくよな、こいつ。服着せてあげるか、今度。ちょっと、次の配信では服着せてあげます。さあ、よいしょ。豪雪地帯の果物はきっと美味しそうだなということで、果物避けて、あ、美味しい、ブルーベリー美味しい、ブルーベリー美味しい、あ、いちごも美味しい、いちごも美味しい、あぶねえ、あ、ブルーベリー美味しい、ブルーベリー美味しい、もういいわ、もういい、もういい、もうやめて。さあ、まあ、2回戦でね、さすがに負けるわけにはいかない、ただの名称ですかね。いっぱい初心者の人でもな、夜にやってるからな、どうなんだろう。レベルはまあ昼、いや、ここ行けないんだよな、最近。まあ、でも次行けるでしょ。さあ、同じことを繰り返していく。やべえやべえやべえ。あ、行けた行けた。そう、これね、最近全然決まんなくて。ちょっとどんどん退化してるんですよね。技術が、かなり。さあ、左から行ける？さあ、オッケーオッケーオッケー。さあ、ジャンプ。まあ、これ落ち着いていけば、オッケーということで3回戦ですね。おい、なんでサイが来るんだよって感じで、これはあれですかね、金尻尾を取る前の最終試験的な感じ？ぐるぐるして最終試験、これ風とあれだな、真ん中にこのくるくるがある、両方のなんかあんまないパターンですね。これもな、多分真ん中にいれば、まあ大丈夫。一回この前死んだけどね、ここにいて。まあ、やばい、待って、危ない。でも、この、そう、あんまりね、さっきのやつみたいになんか、飛ばしに来ても、こいつらが多分そんな飛ばないんよ。ここの真ん中いると。なんかわかんないけど。っていう、またね、フラグを立ててね、やばい、死ぬ。ガチでこれ死ぬ。危ない。ダメだ。ダメだ、真ん中。だがしかし、みんな真ん中へ集まってくる。これが人間なのかもしれない。真ん中へ行きたがる。円の中心へ行きたがる。さあ、ということで、お前やめろ。お前やめろ。ブラーさあ、3回戦、ホバーボードヒーローズまで戻ってきました。ということでね、まあ、これは大丈夫でしょう。さすがに。でも、この前の大会でね、ホバーボードで死んだんですよ。マジで雑魚すぎる、それは。って感じなんで、ちょっと一応ね、集中してやっていくんですけど。いやー、なかなかね、勝てないですね、意外と。普通にさ、配信とかでこれやったらさ、多分3時間、4時間かかったと思うんですけど、一人でやってるからね、さすがに、さっきの、まあ、さっきのサイはしょうがないでしょ。サイの死亡はね、僕はカウントしないことにしてるんで、サイで死んだのは、もう、僕は認めません。負けとは思ってないので、はい。ということで、あれはね、運ですから。わかんないけど。わかんないけど、技術でどうにかできる部分もあるけど、僕の技術では、あれは運ゲーになってしまってます。
際のステージは。ということで、ここはね、さっさと行って、邪魔されないように。さあ、よいしょ、だいぶ。さあ、こっちでね、テクテク待ってましょう。いや、スイカくんが流れていったね。流しスイカは、夏っぽいけどな。さあ、さあ、これ、虹の方から行っちゃうか。これ、なんか上の方にあれあったんですよ。ピンクの。そう、それ。やばい、ミスター。待って。下手すぎん？よいしょ。待って、下手すぎん？ガチ？やばい、やばい、やばい。あぶ、よく左側行こう。もう何言ってるか分かんないわ。やばいやばい。オッケー、ギリギリ間に合った。あぶねえ。さあ、これ、あれだね。横に、棒が、ポンポン行ってるやつだから、結構死ぬんじゃないかな。いや、そうでもないか。意外と死んでないぞ。何人だろう。あ、でも意外と、あ、少ない。これ決勝来るんじゃないか、多分。一人かわいそうだな。あ、でもゴールしたか、みんな。みんなゴールしてるか。さあ何人？これ8人じゃね？決勝じゃないか。さあどうだ？まさかのボタンバッシャーズ来ましたね。ということで、久々やな、なんかボタンバッシャーズあんの。いやー、これ相手強いかな？どうだろう？まあ、最近の名称別に強い人そんな当たんないけど、これ上にもさ、乗ってこないですもんね、大体の人。いや、これ乗ってきた。やばい、これ強いかも、こいつ。いや、この人強いかもな。いや、わかってるね。いや、しっかりできる人だ。やばいな。やめろ。いやー、取れないか。待って、これこっちやん。いやー、うまいかもな、これ。いやー、いける？いや、掴んでくるね、しっかり。いやー、メイン賞でこんなに戦い方してる人はあんま出会わないですけどね。運がいいのか悪いのか。まあ、これもね、禁止っぽの試練ですかね。いや、うまいなー、普通に。自分が下手っていうのもあるけど。いやー、違うか。届け。いやー無理。いや、取った今。いや、無理、それ。いやー、ボタン配置が悪い。いや、マジ、待って待って待って、ボタン配置悪すぎ。ボタン配置がひどいんですけど。いや、ラッキーラッキーラッキー。これで同点。あっちかー、これ無理だろうな、多分。届く？いや、届くんだ、マジか。あの距離届くんだ。いや、触ってくるよね。やめろ。よし。いやー、同点か。さあ、1点リード。どうだ？いや、1点。来た来た来た。やめろ。よいしょ。いやー待って、触れてない。いやーミスった。よいしょ。2点差。いや、それ無理。こっち取る。さあ、あと15秒。これいったんじゃないか。3点差ある、3点差ある。さあ、これは、スルー。よし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 。いやー相手うまかった、普通に。結構慣れてる人ですね、これ多分。いやー、ラッキーラッキー。よしよし、決勝4人だわ。多分。多分4人。うわー、ロストテンプルかー。どうだろうなー。微妙だなー。あんま得意じゃないんですよね。でも4人だから、まあ4分の1、25% で勝てるんでワンチャンある。ということで頑張っていきましょう。4人だからあれですね。あんまり、その開拓正解の道がすぐに見つからない。この1人放置してる。いや、動いてたわ。さあ、これは右で合ってくれ。うわー、開かないね。しっかり開かないね。よいしょ。開いていく。さあ、これまっすぐ開くかな？開くねえ。さあ、これまっすぐ？開くねえ。ガチ。これまっすぐじゃね？これで勝つ。これ開いたら勝ち。いやー、こういう時開かないんよな。こういう時安定で開かないんよな。さあ、開かない。さあ、お前らどうした？これはまっすぐだぞ。こっちでした。開かない。こっちじゃなかった。全然開かなかったわ。よいしょ。さあ、これ左。これ左来い。さあ、開いていく。これまっすぐ、まっすぐ。さあ、開いた！これ来たんじゃない？ついに？禁止っぽ？禁止っぽをゲッチュで、チュー！よっしゃよっしゃー、ローストテンプルで勝った。やった、めっちゃ嬉しいんだけど。やった、ついに1ヶ月間ぐらい頑張ってた禁止っぽをゲットできますということで、グッド。いやー、長かったわ、ここまで。いやー、めっちゃ嬉しい。やった。超欲しかったんですよ、金尻尾マジで。めちゃめちゃ。金のナイトの次に金尻尾が欲しかった。さあ、お披露目していきたいと思います。ぐる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 コサミン。いや、かっけー！いいわ、金の尻尾。いや、めっちゃ好き。めっちゃ好き、これは。いや、いいね。輝いてますね。ということで、これで一回ね、優勝していきたいと思います。さあ、普段配信に来てくれている人なら知っているロケットの人がいました。よいしょ。この人についていこう。
エージェントさん、禁止っぽ取りましたよ。さあ、よいしょ。これで、ここのステージ突破すんのかな。このなんかね、マッチめっちゃ知ってる人いたんですよね。誰かが配信してんのかちょっとわかんないですけど。これ縛りでちょっと、もう禁止っぽ取ったんでね、こんなの余裕ですわ。これ縛りで、この壁抜け縛りで、僕はロールアウトをクリアしていきたいと思います。あー、エージェントさんが死んでしまった。マジか。さあ、僕も死なないように、あと5人、あと5人、あと5人が死ぬ前に自分がこれで死なないように気をつけていきたいところ。よいしょ、いいよ。いや、安定してんね、めっちゃ。はい、ロストテンプル来ました。ということで、なんかこのマッチにね、キンナイトいるんですよね。だからちょっとキンナイトにね、勝てるように頑張っていきたい。このね、金尻尾のビギナーズラック的な能力が僕には、わー、開かないね、開かないね。ビギナーズラック的なね、パワーが多分、ブーストされているんで、きっと勝てますということで、さっきもね、金尻尾取った時も、ちょっと最近ロストテンプルの、ちょっと勝てるようになってきたかもしれない。それ開かないね、ラッキーラッキー。いいよ、全然あるよ。これで右開いたら勝ち。勝てる。いえー、開かないね。みんな開かないね。さ、気にないとやっぱ早いね、安定して。いや、開かないね。マジ？待って待って。いや、開かないで。よしよしよし。まだいける。まだ参る。いや、いやこっちも開かない。めっちゃめんどくさいルートやな。さあ、これで右側。さあ、こっからどうなんだろうね。よいしょ。やばい、転んだ。待って、転んだ。さあ、これまっすぐかな。うわ、めんどくさ。なにこれ。うわ、マジか。ロストテンプルで引っ張ってくる。いやー、これこっちでした。キンナイトさん、どんまい。ということで、引っ張るからね、ああやって外れの方行っちゃうんですよ。さあ、よいしょ。いや、待って、逆転したい。よいしょ。決まったー。気持ちいい。ダイブで抜かすの気持ちいい。ということで、今日はいい感じにね、勝てたんで、これで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、グッド。